こんにちは。今から愛の風ライナーに乗っていこうと思います。というわけでよろしくお願いします。というわけで、今からこちらの、愛の風ライナーに乗車していきたいと思います。愛の風ライナーに使われている座席は基本的に新快速で使われている座席と同じものです。愛の風ライナーに必要なライナー券を車内で買う人が結構いました。ちなみにライナー券は300円しました。 IR 石川鉄道線内、愛の風富山鉄道線内は北陸本線時代とは違って最高速度は110キロとなっています。列車は間もなく栗原駅を通過します。この駅で IR 石川鉄道から愛の風富山鉄道へと会社が変わります。栗原駅を通過してしばらくすると列車は栗原峠と呼ばれる急勾配区間を走っていきます。
列車は北陸本線時代すべての特急が停車していた高岡駅に到着しました。主要駅なのにもかかわらず列車のドアは自動では開かず、このようにボタンを押して開ける半自動ドア式でドアの開け閉めを行うことになっています。愛の風ライナーに使われている521系の車内表示器は基本的に227系と同じものが使われています。金沢富山間は新幹線では23分、この愛の風ライナーでは45分で行けるのですが、料金面の方を見てみれば愛の風ライナーがライナー券込みで1590円、新幹線が3190円となっていて、愛の風ライナーを利用する価値は十分にあると思います。列車は富山駅に到着。右側の普通列車を見てみるとやはり混雑しているので、300円払って着席保証が出る愛の風ライナーに乗る価値はあるのかと思います。
今回あいの風ライナーに乗車するために使った北陸観光フリー切符のフリーエリアが黒部駅までだったので、ここで降りることにしました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてまた次回の動画でお会いしましょう。